君臨する三大勢力のせいなんです。その三大勢力の一つが桜花七武海。七武海？簡単に言えば政府公認の海賊たちっす。なんだそりゃ、なんで海賊が政府に認められるんだよ。七武海は海賊相手の略奪行為の何割かを政府に納めることで存在を許された海賊たちなんです。他の海賊に言わせりゃ政府の犬に他なりやせんが、奴らは強い。ゾロの兄貴を打ち負かしたあの鷹の目のミホークも桜花七武海の一人なんです。そりゃすげー、あんなのが七人もいんのかよ。七武海ってすげー。